にちは。ケルシー先生が今日から僕はドクターの配下になるって言ってたよ。相変わらず正式なオペレーターとしては認められないみたいだけど、ドクターが手伝ってほしいことがあれば何でも力になるからね。ケルシー先生が今日から僕はドクターの配下になるって言ってたよ。相変わらず正式なオペレーターとしては認め。ケルシー先生が今日から僕はドクターの配下になるって言ってたよ。相変わらず正式なオペレーターとして。チェン、ドッソレスシティでの休暇から帰還した。こたびの休暇について私は少なからぬ報告書を書かねばならないが、通りがかったし挨拶だけはしておく。任務に出るなら声をかけてくれ。もう休暇は終わったからいつも通りで構わない。ドッソレスシティでの休暇から帰還した。こたびの休暇について私は少なからぬ報告書を書かねばならないが、通りがかったし挨拶だけはしておく。任務に出るなら声をかけてくれ。もう休暇は終わったからいつも通りで構わない。
シルバー氏、盟友として参戦する。この私ケルシー先生が今日から僕はドクターの配下になるって言ってたよ。シルバー氏、盟友として参戦する。この私を失望だけはさせてくれるな。あ、ドクター、こんにちは。ケルシー先生が今日から僕はドクターの配下になるって言ってたよ。相変わらず正式なオペレーターとしては認められないみたいだけど。ケルシー先生が今日から僕はドクターの配下になるって言ってたよ。相変わらず正式なオペレーターとしては認められないみたいだけど。ドクターが手伝ってほしいことがあれば何でも力になるからね。
チェン、ドストレスシティでの休暇から帰還した。こたびの休暇について私は少なからぬ報告書を書かねばならないが、通りがかったし挨拶だけはしておく。任務に出るなら声をかけてくれ。もう休暇は終わったから、いつも通りで構わない。